あんた男もいないし、どうせ暇でしょ。今度ネタゲの仲間で旅行やるから感じよろ。そのくらい暇だからできるよね。ん？なぜ私が感じ？私さ、北海道行きたいんだよね。いくら好きだからさ。てか聞いて、うちの旦那マジでうるさいの。私この間パート辞めたんだけどさ、なんで辞めるんだって。そんなの私の勝手じゃね？だってパート先のババアうるさいんだもん。あー、早く遊んでいられるいい職場見つからないかな。そんな話はどうでもいいです。どうどう、旅行やりたいならゆりえさんが幹事やるべき、言い出しっぺの法則。それに私は行かないですし。何言ってんの、私は子供いるんだよ。社会に貢献してんだからさ。一生貢献できなさそうな吉野さんがやるべきっしょ。どうせ暇なんだからそのくらいやらないと老けるよ。あんたまだ20代だけど、すぐババアになるんだからさ。私は超忙しい。今日は大好きなパン屋がリニューアルオープンしたので、3時間並んで大好きなパンを買ってきた。他の人も食べたいだろうからまとめて買えない。だから明日も明後日も仕事終わりに並ぶのです。でもこの美味しいパンを食べるためならもう満杯。パンにぴったりのカフェオレや牛乳も買い込んできた。今日はパンパーティー。え、並んでまでパン食べるの？意味わかんないわ。てかそんなに美味しいならうちの子にちょうだいよ。ある程度買ってきてるんでしょ。吉野さん、うちわかる？住所教えるから今から持ってきて。早くしてよ。やだ、何寝てんのよ。今寝とけにログインしてるじゃん。早く持ってきて。パンが食べたいなら自分で買ってくるべき。これは私が食べるために私が並んで買ってきたもの。ゆりえさんのために買ってきたわけじゃない。ああ、うちの子泣いちゃうよ。え、それ何か問題あります？え、子供泣かせて平気なの？え、本気なの？そもそもゆりえさんがパンの話をしなければもう満杯。それに食べたいからって何でもすぐ食べられるわけじゃない。ちゃんとしつけするのも親の役目じゃないんですか？もぐもぐ。吉野さんなんか妊娠したこともないくせに偉そうに。じゃあわかった、オフ会旅行の時にさ、うちの子にお土産買ってよ。うち3人いるからさ、3万くらい用意しておいてね。頭がバカすぎてお話にならない。勝手に旅行に行って勝手にお土産買ってください。私は今からインスタントのカップスープを用意する。やっぱりチーズ系のパンにはカップスープが欲しい。ねえ、いくら食べたいのよ。私だって食べたいですよ。炊きたてのほかほかご飯にちょろっとだけいくらを乗せて、いくらの旨味を噛みしめながらご飯3杯。うん、最高です。ねえ、やっぱり今すぐいくら食べたい。今すぐ買って持ってきてよ。自分でやれの一言ですよ、そんなの。ねえってば。ほかほかご飯にいくらは最高ですが、今日の主役はパン。チーズのところがカリッカリで最高の美味しさです。私は短期メインの派遣会社で働く27歳の吉野。学生時代からずっとネトゲをやってきて、10年以上友人を続けている人もいます。カップラーメンやお菓子を食べながらみんなで遊ぶの最高。ゆりえさんは同じネトゲをしている41歳の主婦で、5年ぶりくらいにネトゲに復帰。以前はちょっとズーズーしい人だなくらいだったのですが、今は半端なくズーズーしい人に進化していた。どうも旅行に行きたいみたいで、私に幹事を押し付けてきます。自分でやれ。これ以上の言葉が見つからない。さ、それよりももっとパンを食べましょう。ここのパン、100円とか150円で買えるのに、具材がぎっしり詰まってるんですよ。はぁ、美味しい。カリカリチーズを剥がしてスープをすくって。はぁ、こんな幸せがこの世にあっていいのでしょうか。いいんです、最高です。1ヶ月後。ねえ、北海道だと今頃寒いと思う？ダウン必要かな？なぜ私に聞くんですか？旦那さんにでも聞けばいいのでは。私は朝の納豆ご飯を食べるのに忙しい。納豆ご飯に卵まで乗せちゃって、うん、最高。刻みネギもパラパラリと。神の食べ物。もう何言ってんの、あんた本当にバカだね。今日はオフ会旅行で北海道でしょ。あんた幹事なのに忘れたの？お土産代3万持ってこいよ。いくら楽しみ。は？え？何言ってるんですか？旅行？
やだ、何言ってんのよ。漢字やれって言ったでしょ。断りましたよね、バカ。でもやれって言った。なんで私がゆりえさんの言うこと聞くと思ってるんですか。意味不明。そもそも旅行の日時なんて何も聞いてないし、てかゆりえさんとの旅行なんてお断り。何言ってんのよあんた。私は待ち合わせ場所に来てんのよ。だから私そんな待ち合わせ場所とか何も聞いてないですよ。ゲーム内のチャットで送った。放置してる時にでも送ったんじゃないですか。てかこっちが行くって言ってないのに勝手に決めるとか意味不明。はあ、私どうしたらいいのよ。今近所のママ友に駅まで送ってもらったのに。てか財布も何もないんだよ。家まで車で2時間かかるのに。うわぁ、てか近所の方に2時間も運転させたんですか。ズーズーシーにも程があるってレベルですよ。私どうしたらいいのよ。いや知らんけども、私は今日親友のアカネとスミレちゃんと一緒に食べ放題なんで、これから山田っちたちも合流。はぁ、あ、私も同じネトゲ仲間なのになんでこんなことするの。同じネトゲをやってるってだけで友達にはならない。一緒に楽しく遊べるからこそ友達になる。うるさいな、いいから何とかしてよ。てか何も持ってないってどういうこと。だってなんだかんだみんなお金持ちの人多いじゃん。それに独身も多いんだしさ、おごってくれてもよくない。マジウケる。ゆりえさんなんかにおごるお金があるなら課金するでしょ普通。あ、食べ放題のお店に到着。ここはちとお値段高めだけど種類豊富で味も最高。山田っちたちが来るまでしばらくお店前でクレープ食べて待機。いやー、これから食べ放題なのにクレープ食べるの。クレープの優しさでお腹にバリアを張る、これ常識。意味わかんないし、どうしよう、修羅谷駅なんて私知らないし、せめて送金してよ。はあ、このクレープ生クリームがほわほわ最高、むぎゅーな感じ。ちょっといいの、あんたさ派遣でしょ。ん、うちの旦那ってさ、大手の修羅杉派遣営業部の部長なんだけど、あんたの悪口派遣業界に広めてやろうかな。修羅杉派遣の営業部部長、ゆりえさんの名字は飯田。は？あんた何ハッカーとかなの。なるほど、こりゃ解決だ。何よ、ちょっととりあえず金を送りなさいよ。ふっふっふ、簡単に個人情報を出してはいけませぬぞ。なぜなら修羅杉派遣の営業部って私が以前派遣されたところだから。修羅杉と私が登録している派遣会社は横のつながりがあるんです。とある資格持ちの人間が見つからないということで私に話が来たことがありました。そこで3ヶ月ほど働き、お世話になったのが飯田部長。熱血タイプで頑張り屋さん、何よりグルメ好き、美味しいお店をたくさん知っている人イコールすごい人。裏道にあるお店を紹介してもらい、私の秘密リストが増えた。でもちょっと意外、あの飯田部長の奥さんがゆりえさん、なんだか不思議な感じがする。とりあえずこういうことがあったよと伝えておきましょうね。あー、すっきりした。よし、食べ放題で食べまくるぞ。なんでうちの旦那に言ったのよ、信じられない。今夫婦喧嘩の真っ最中なんだけど。それやれやれ。ん、私は今アップルパイの上にバニラアイスを乗せてデザートタイムの真っ最中ですぞ。夢のような光景。てかなんでネトゲのこともバラしたの、ありえない。私とゆりえさんの関係性を説明するにはネトゲで知り合ったことを言わなきゃいけない。トースターで温めたアップルパイ、フォークを入れたらパリサクしてる、バニラアイスが溶け出してる。うるさい、黙れ。黙ってますよ、これ LINE だし。あー、どうしようどうしよう。飯田部長から聞きました。ネトゲーの課金で家族の貯金を使い込み、家事も育児も全然しなかったからゲームやめさせたって。それで5年前いきなりいなくなったんですよね。でも実はいろいろアカウント作ってさ、ちょいちょい遊んでたの、ネカフェに行って。ただ最近旦那が古くなったノーパソくれたからさ、それならバレないかなってメインのアカウント作って再開したのに、旦那低スペックのパソコンならできないだろうって油断してたのよ。なるほど、それでゆりえさんのキャラ動きが変だったんだ。それでもいいから私はネトゲがしたいのに、ネトゲするなら離婚だって。
家事も育児も放棄して寝どげをするなら離婚ですよね。ああ、美味しい。アップルパイとバニラアイス最高。だって仕方ないでしょ。遊びたいんだから。あんただってそうでしょ。一緒にしないでほしい。生活あってこその遊び。たくさん働いて、たくさん食べて、たくさん遊ぶ。これ鉄則。何よ、寝とけが原因で離婚なんてバカみたいじゃない。バカみたいではない。は？本物のバカ。うるさいわよ。その後、ゆりえさんは結婚生活よりも寝とけを選びました。子供を置いて離婚したんだけど、今までパートをしてもすぐに辞めていたような人、一人暮らしでは生活できずにかなりお金に困っているみたいです。結局大好きなゲームができずに発狂し、ゲームのためにネカフェでバイトを始めたらしく、なんて理由なのですが、サボってネトゲをしていたことがバレてクビ。最近ではネトゲにもログインできなくなっているみたい。生活あってこその遊びなのにな。さ、私は今日もネトゲをしながらすっかりハマってしまったパンを食べます。おしゃれなパン屋も好きだけど、おばちゃんが売ってくれるレトロなパン屋さんのパンが大好き。今日はパンダパンをいっぱい食べますよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。